はい、良い子のみんな、お相撲のお兄さん、ヘビリンだよ。よろしくね。チェックということで、大人の皆様、こんにちは。改めまして、こんにちは。斉藤ヘビゾーでございます。斉藤ヘビゾーの大相撲、今日の親王朝のお時間がやってまいりました。さあ、今日もですね、私の研究論文の報告会ということでございまして、大相撲親王朝の研究、メカニズムと歴史の考察についてですね、斉藤ヘビゾーがお話をしていきたいと思います。今日のですね、項目はですね、実力と知恵による八王朝支配の確立についてお話をしていきたいと思います。実力と知恵による八王朝支配の確立。多くの証言者によると、一般的に実力のある力士は実力で勝ち進み、十両に昇進すると八王朝の魅力に勝てなくなると言います。というのも、いくら実力があり体力があっても、15日間真剣勝負、全力勝負、ガチンコしたのでは体力の消耗は激しいし、故障の危険も常につきまとうからです。しかし大横綱千代の富士は幕内に上がるまでは八王朝には手を染めなかったようだ。それほど実力がずば抜けていたので、上位に来るまではガチンコで十分勝ち越せたのである。ガチンコで強くなければ八王朝の効果はないと言われるように、八王朝は幕内上位に来て、ここ一番という勝ち越しや昇進のかかった時に効果を発揮する。つまり、どうしても落とせない星をお金で買うことにする。これが買取八王朝で、千代の富士はこれを多用したから数々の記録を残せたのである。白鵬も同じである。ガチンコで勝てる自信があっても、保険のために注射をすれば、全てが万全になる。しかも星を売る側も、どうせガチンコでも負けるなら星を売った方が得と思うのだから、こんな有益なシステムはない。ただ時として相手が八王朝を断ることもあるが、そういう時は千代の富士は全力で相手を叩き潰しに行った。つまり逆らったらどうなるかを思い知らせたのだという。取り口は手荒になり、相手が怪我をしかねない相撲を取る。こうされてガチンコ負けを屈すれば、もうその相手は二度と逆らえなくなり、次からは星を売りに来るのだから八王朝は減るわけがない。千代の富士は関脇になった頃から徐々に八王朝を覚え、1981年の初場所、ついに横綱北の湖を優勝決定戦で破って初優勝する。この時千秋楽まで14連勝で来た裏には大関昇進もかかっていたので、当然怪力士の星売り援護射撃があったという。それにしても、注射をするならガチンコで強くなくてはダメというのは本当で、千代の富士には平幕時代に横綱北の湖の25連勝を止めた記録がある。この時まで千代の富士は北の湖に6連敗していたが、土俵際まで追い詰められたものの、渾身の力でこらえ、左下手から打っちゃったのである。この大逆転劇に場内は座布団の嵐、力士たちにも千代の富士の強さが鮮やかに印象付けられた。こうなれば当然八王朝もしやすくなる。さらに千代の富士の師匠は八王朝横綱の北の富士勝昭であるから、弟子の八王朝を止められるわけがなかった。実力もさることながら、千代の富士は知力に欠けていた。ウルフという異名を得て大関になった頃から、 CM の出演料や谷町の祝儀をしっかり貯め込んで、そのお金を八王朝に注ぎ込んだというのだ。彼の買い取りの相場は50万円から80万円。もっとも板井や坂鉾、峰の富士など古文扱いの力士の星は30〜40万円だったといいます、と当時活躍していた元峰の富士は私に言いました。こうして八王朝を続け、優勝さえすれば八王朝は十分ペイできるビジネスだった。高砂の一門の場合、いい谷町をつかんでいましたから、優勝後の祝儀は最低でも5000万円は集まったはずというのだから、八王朝はノーリスクハイリターンなのである。輪島が去り、北の湖の力が衰え、二代目若乃花と二人横綱の時代になると、千代の富士の八王朝支配は徐々に強化されていった。何しろその当時は二代目若乃花、若島津、旭富士、貴の里、
朝潮、北天夕、琴風など八百長にどっぷりと使った関取たちで番付を構成していましたから、私も弟子の遺体にはみっともないから、せめてお尻の筋肉の張りだけは保っておいてくれよというのが精一杯でした。注射を覚える、八百長を覚えると稽古をしなくなるので、お尻の筋肉が緩んでしまい、土俵の上で塩を取りに行くとき、テレビで大写しになるとみっともないからです。元大鳴門親方の証言、週刊ポスト1966年3月8日号参照という時代だったのである、ということでございました。いかがでしたでしょうか。次はですね、千代の富士の知略、具体的な知略、そして千代の富士の手のひらの上で踊らされた二羽黒についてお話をしていきたい。また千代の富士の八百長53連勝はなぜ止められなかったのか、そして白鵬ちゃんの63連勝の親王朝も検証しようというところに入っていきたいと思います。私はですね、多分ですね、今まで、相撲のこういう観察をしていた人間の中で私が初めてやらせていただきます。私が白鵬ちゃんの63連勝の親王朝、徹底的に、検証していきます。どれが親王朝、いやもちろん白鵬ちゃんね、全部が全部親王朝だとは言いませんよ。ただ63連勝のうちどれだけ親王朝があったのか検証していきましょう。それとですね、先場所の名古屋場所の15日間ので、ね、お相撲ですね、どれだけ親王朝があったのか、具体的な映像をもとにして、検証していきます。ただですね、 YouTube 等にはアップしません。違うサイトにアップさせていただきます。お客様ご存知の方はご存知かもしれません。私のもね、私がどういうサイトにですねアップさせていただいているのか、いろいろとやらせていただいてますので、そこで見ていただくと、ああ斉藤先生やっぱりそういうことやってるんだと、やっぱりちゃんと検証してるんだ、証拠残してるんだということでですね、面白くやらせていただいています。YouTube だけが全てじゃありませんので ね、まあ、私もいろいろあの手この手で考えておりますのでご安心ください。それとですね、今日は、まあ、お相撲や桃山話ということで何がありましたか。まあすっかり あいつらあれですね、オリンピックやってるってことで鳴りを潜めてますね。でちなみに私はオリンピックというものは一切見ません。申し訳ありませんけども、なぜかというとですね、私はオリンピック反対派なもんですからね、そういうものは一切見ません。はい、ですのでオリンピック関係でですねご質問をいただいても、お答えすることができませんので、申し訳ございませんけどもご了承ください。ですね、あと相撲は何があったかというとやっぱりあれじゃないですか、彼らもね、今度9月場所の前に8月の20日過ぎになんかあれですか、大相撲オリンピック場所とかなんとかって巡業やるんですか。あいつら当初の予定だった、まあ多分中止にしてるから中止にするんでしょうけども、外国人集めてどうのこうのってやるんですか。東京でこれだけのコロナ患者が増加している中でやって、国技館であれですよ、パンデミックを起こしても私は知りませんよ。あいつら本当に今度公益剥奪されますよ、調子に乗ってるとね。まあそういうことでございましてですね、まあいろんな部分でご質問いただいておりますけども、まあ一応ですねコメント等のご質問は、お一人お一人のお客様のですねコメントのご質問は、分かっている範囲でお返ししていると思います。大丈夫でしょうか。分からないものはちょっとね正直言って分からないということでちょっとお許しください。私も全てを全てですね理解を得ているものではありませんから、許していただければと思います。ですね、あとは何かあったかな。今日はこれと言ってないですね、これと言ってないですね。お相撲さんどうぞご自由に、あの人たちはどうぞご自由に、食っちゃね食っちゃねをしてですね、糖尿病になってですね腎臓を壊してですね、内臓疾患を起こしてですねさっさと死にやがれと
というふうにですねなっていただければと思います。さっさと死にやがれってことなんですね。お相撲さんは早死にしろよってことですね。てるちゃん長生きできるの横綱になって大丈夫っていうですね、そういうわけもございません。いや本当あれですよね、てるちゃんなんか横綱になったということでですね、でも国民は全く無視状態ということでですね、まあ、これが理想なんですよ。いかにあのお相撲というものがみんなこう気持ちが離れていってるかというですね、そしてモンゴル人が お横綱になったところもですね誰も喜ばないというのがですね、そしてあのそれを喜んでいるお相撲ファンというのはただのねお左翼のお朝鮮のね あのあっちの人だったというですね、お左翼おぱ翼っていうんですか、左翼系統のですね、これあの年齢関係なくですよ、お左翼なお相撲ファンでね、相撲利権をね群がってお金にしようという小汚いですね相撲小敷と言われている皆様でございますので、ご安心して、あのそういう人間はですね、あの今もうちょっと落ち着きましたらですね、斉藤はですね、あの相撲協会粉砕ということでですね、あの凱旋車に乗ってですね乗りかけていきますのでですね、ぜひあのお客様応援してください。国技館の前でやりますからね、私ね、相撲協会粉砕ね、相撲協会撲滅、相撲協会解散せよってやりますからね、私の場合。あのもうね、今まであのコロナの前はね、あの私ね年に2回か3回ぐらいですよ、あの国技館の前で凱旋車に乗ってですね、あのマイクの前で突き立ててあのがなり立ててたんですけどもね、まあちょっとこのコロナの時期に入りましてですね、凱旋活動をするとですね、やっぱりあのやっぱり世間のその皆様のね目というものがありますから、やっぱりねご評価というのがありますからね、斉藤先生バカになったんじゃないのとうとうって言われるのも、これも私もちょっとね、まあもともとバカでございますけど、何もバカの上にねバカの看板をね貼り付けるね、顔に貼り付けて私はバカですっていうのもですねちょっと恥ずかしいと思いますからね、まあ少しその辺はですねあの自粛をしてやっております。さあ、それではですねお客様のお礼に戻りましょう、あの移りましょうか。はい、姉ちゃん見てるか、姉ちゃん見てるか、姉ちゃんもオリンピック見てるのかな、見てないでしょ、ね、瀬戸内さんお元気ですか、コメントありがとうございます。あの北の海は売り線ですよね、売り線ね、まあの売り線と言ってもですよ、あの2丁目のお釜の話してるんじゃないんです。え、あの星を売るというですね、星を売る売り線でございます。あのあっちの売り線じゃありません、2丁目の歌舞伎町のね、売り線のお兄さんたちのお話をしてるんじゃありませんから、ご安心してくださいね。はい、昭和男児さん、いつもコメントありがとうございます。動画の方拝見させていただきました。なかなか面白いレースですね。なんか一頭だけ馬なんかよ外れて走ってません？端っこの方に。みんなこっちの内側の方、外側の方走ってるのに一頭だけなんか外れてダーッと走ってるレースを拝見しました。あれは一体何なんですか？お馬ちゃんなんかやっぱり機嫌が悪いんですか？それともあれは騎手のジョッキーの作戦なんでしょうかね？本当にね、昭和男児さん、私は申し訳ありません。私は本当にね、その競馬に関してはですね、素人でございまして、なんだ、斉藤は何にも知らないんじゃないかって、いや、本当ね、大学の教官なんてこんなもんです。世間狭いですから、視野が狭いんですよ。うん。研究者だけの研究してる生活ですからね、こんなもんでございます。他の分野は全く知らないということでございましてね、ぜひ教えていただければ幸甚です。愛国さん、いつもありがとうございます。あれですよ、北の海は売り線で、ね、で弟弟子の北天佑君もね、結構売ったり、あとは兄弟子の北の海の援護射撃したり、まあ弟がね、ここの部屋にいて、いろいろあってヤクザになっちゃったって、それが今のね、ゆきなちゃんのおじさんに当たるわけですよ、ね、そういうわけですからね、貴景勝ちゃんも、ね、佐藤君もですね、親戚のおじさまがヤクザが一人いるというですね、もう恐ろしいでございますね。谷町は芝光太郎という半グレね、身内のおじさまにはヤクザというですね、もうどうしようというですね、やっぱり相撲のね力士家業っていうのは、関取家業っていうのはやっぱりヤクザと付き合わなきゃならないんだなっていう、なんだか嫌な仕事ですね。お客様絶対自分の子供には絶対相撲取りなんかさせたらダメですよ。だって自分の子供相撲取りさせて、もし間違えて出世したら、お客様ね、親としてヤクザと付き合わなきゃなんないですからね、バリバリの広域暴力団のね、広域指定暴力団のヤクザと付き合わなきゃなんないんですよ、ね、一歩間違えたらね、監禁はされるわ、金はたかられるわね、もう家に乗り込んでくるわ、大変なんですよヤクザっていうのは。いや本当に本当に、うん、ヤクザって本当に
今ね、暴対法でね、あのヤクザの力がそぎ落とされたって、彼ら裏では本当に仕掛けてきますからね。いや、裏で仕掛けてくるから僕こんな目にばっかりやってるんですよ。こんな風に攻撃されたりしてるんですよ。ヤクザと右翼は違いますからね。そこはちょっと誤解しないようにしてくださいね、ということでございます。はい、その次はですね、ホープフルさん、いつもどうもありがとうございます。お疲れ様でございます。このお疲れさんでございますという言葉はですね、これあのご存知の方だとご存知だと思うんですね。このお疲れさんでございますというですね、この言葉を使うというのは、これは各界の関係者の方がですね、あの自分の目上の方、自分より目上の方に挨拶するときに、お疲れ様でございます、お疲れさんでございますっていうふうにですね、言葉を使うんですよね。ホップルさん、そうですよね。いや、私もね、あのお相撲さんとはね、多少お付き合いがありました、ありますからね、そういうふうに聞きますよ。お疲れさんでございます、先生どうもお疲れさんでございますっていうことで、あ、どうもどうもご苦労さんでございますっていうふうにね、あの答えを返すというで、ね、やらせていただいてます。はい、そういうわけでございまして、あとはですね、またたくさんお客様、あとはあの石田さんね、白鵬ちゃんね、名犬白鵬ちゃん、あれなんかね、毛流ドラマって言うんですよ。毛流ドラマ、ね、もう韓流ドラマね、毛流ドラマ、名犬白鵬ちゃんという形ですね。なんだか今第3回とか第4回ぐらいまで続いてますけどもですね、あれさっさと打ち切りにならないと大変でございますね。あれね、作るのもね、あれ制作するのも結構大変なんですよ、ということでございましてですね、あとはですね、どなたがいらっしゃってますか。でたくさんもいらっしゃってますけどもね、ちょっとお時間が限りがありますんでね、まあ、以上のお客様のご紹介で終わらさせていただきますので、また他のお客様もですね、どんどん遠慮なく、ね、自由闊達に、忌憚なく、どんどんですねコメントいただければ、よろしいかなと思います。はい、それではエンディングに行きましょうか。花田勝氏が、私今ちょっとちらっとデータを集めていたら、2001年、まあいいや、これは話すとまずいかな、これ話すとヤクザに本当に殺されそうですから、ちょっとやめておきましょう。いや、とにかくですね、白鵬ちゃんも親おっちょね、てるちゃんも親おっちょ、まあしかし今度の秋場所はモンゴルの人間が朝青龍くんのおいっこちゃんも出てきたりして、みんながみんなで親おちょ親おちょって八百長ばっかりやってですね、まあこんな親おちょのことが分からずにエビデンスを見せろとかと言っている頭がくるくるパーな相撲ファンの皆様ね、ちゃんと大学高校でお勉強してくださいね。大丈夫大丈夫ね、少しねお勉強しましょうね。頭がくるくるパーではダメですよ、ね、お勉強するんですよ、ね、相撲ファンの方はだいたい偏差値が42前後ぐらいの頭がパーな、まともな日本語も喋られない、あんた日本人なの?っていうようなお朝鮮だとか左翼の皆様の集まりですからね、くるくるパーのパ翼の皆様、ね、さあお客様こんにちは、左翼の皆様さようならということでございまして、さあそれではお時間がやってまいりました。斉藤日比蔵チャンネル大相撲今日の親王朝のお時間でございました。さあそれではまたお時間ができましたらお会いいたしましょうね。白鵬ちゃんは親王朝、白鵬ちゃんは親王朝、白鵬ちゃんは親王朝ということでございまして、ごきげんよう、さようなら。